今からこちらのですね、業務用スロージューサーのヒューロン HW プロフェッショナルを使って人参ジュースを絞っていきたいと思います。まず、従来のものと何が違うのかっていうのをちょっとご説明させていただきたいんですけども、ご家庭用はですね、こちらのドラムの大きさがですね 450ml 入るくらいの大きさなんですけども、なんとこちらの大容量になりまして、なんと 800ml 一気に絞れるっていう、かなり大きくなりましたね。あとはもう 800ml 絞れるということで、中に入っているエンジンの方もパワフルになってます。なんとですね、30分しか絞れなかったものが、12時間も連続で絞れるっていう形になってますね。でこちらのボディの方が今銀色なんですけども、こちらが、錆びにくくて衛生的な、ステンレスでできてます。はい、まあ、そこら辺がちょっと変わったところですね。では、絞っていきたいと思います。こちらに 500g の人参ご用意させていただきました。もう一つご紹介させていただきたいんですけども、なんとこちらの方がですね、従来のものですと見えなかったんですけども、こちらの筒の方がですね、半透明になったので、中が見えるようになりましたね。先ほど人参が寝転んでしまったので、おしぼも使いました。こちらは従来と同じくついてます。で詰まってしまった時用に裏側にですね、リバースのボタンもついてます。今上になってます。上が普通の回転で、下がリバースですね。リバースの方は離すと止まりますので、やはりかなりスムーズに絞れますね。かからずもう最後の1本で終わりですね。リバースボタンは使うこともついてますけど、使うこともなくです、はい、ということで、では、静かになったので止めたいと思います。はい、では、ジュースの方出していきます。そろそろいいですかね。じゃあこれで止めます。ちょっとカップが大きいのであれですけど、こんなに絞れました。では以上です。